はい、鼻かんだけど、ちょっとあんま変わんないです。はい。もっと後で風邪薬飲もう。私にもいろいろと都合があんのよ。はい。はい、なんでって？これ鈴木かな？は相変わらずボールと格闘してたの？さすがにこの時間までは体を動かさんよ。まあ、いろいろとやることがあったんだ。こんばんは。駒沢さんのことを、鈴木、先輩からよく聞いてます。え？マジ？あんた、何の話してんのよ。言うの、武勇伝だよ。なんだと？ こいつ、女子ですよね、多分。お、誰が来た？あ、さよ。こまちゃん、遅くなっちゃってごめんね。いいよ、そんなの。それより今の放送聞いた？うん。運動場に集まるようにって言ってたけど。なんか変だったよね。確かに妙だったな。先生、あの放送は誰なんですか？わからないわ。他の先生はみんな帰ったと思ってたけど。ジムの人かしら。お、また来た。なんだっつうんだよ。電気もつかねえし、シャッターも開かねえし。何してんだ。さっさと歩け、バカ。なんか、ちょっと、不良っぽいやつが来ましたけど。おい、俺たち以外にもう誰かいるぞ。おう、皆さん、お集まりで。てんてんてん。これなんて読むのこれ。もうちょっと漢字、ちょっとこれな、え？ もういい、読めねえよ、これもう。なんだよ、これ、先生。正門に出るドア、開けてくんないと帰れねえよ。あれは先生が閉めたんじゃないの？先生もよくわからないのよ。おい、敬語使えよ。なんだ？ただのかな？ただの。噛みそう、ただのって。真面目くん、お久しぶり。相変わらず俺に文句垂れてくれるね。3年になって王様気取りだな。は？それはお前のことだろ。どうでもいいよ、こんな口論。今日は、女子部員のつまみ食いか？てんてんてん。イミベ。イミベって読むの、これ。イミベ。なんだ、ほんとに。こんな奴と一緒にいるのはよせ。こいつは、なんて読むんだよ、これ。もう読めねえ。もう、ちょ、ほんとに漢字ダメダメですね、俺。はい。なんだよ、これ。もういい。再現？再現かな。意味で。お、またか。あ、また。異空間？異空間に飛んだ。何？雲？おお！なんぞ？なんぞ？え？ええー！みんな逃げなさい。いや、ええー！いや、え？ 腕ポロって言ったけど、腕ポ、え？ ポロって言ったけど。 はい。何あれ。化け物。いや、まあ化け物が出てくることはいいんですけど、登場の仕方と腕がちょっと ちょっとおかしくねえか。 まあいいよ、もういい、もうゲームだしね。
あ、といきなり操作モードに飛ばすか。ああ、そうだ。ちょっと待って。セーブ、できねえのかよ。ちょっといきなりホラーになりましたね。まあ今までも登場人物の顔が十分ホラーだったんですけど、いや出るの怖いって言ったって、いや出ろよ。あ、窓から見るのか。なるほど。動かないな。てんてんてん。逃げよう。まあ確かにね。とりあえず、いやもういいポロっていったこのもう画像はいいから、とりあえず逃げよう。あー、なんか嫌な予感するな。トイレ、まあんなことどうでもいい、もう今逃げよう。もうね、モタモタしてたらもう俺もちょっと腕ポロっていかれそうなんで、じゃあ早く逃げよう。こっからは見えないか。で、下に行くと、階段長えな、ちょっと。はい、あれ、こっちじゃない。こっちじゃない。あれ？あれ？あ、じゃ間違えた、間違えた。なんでやねん、なんでやねん。いや。どうすんのじゃ。ちょっと、あれ？あれ？ちょっと待って。開かない？開かないということは、上に行くんですかね、じゃあ。で、上に上がると、みたいな、そういう展開はまあ、ありがちですよね。あ、ここも、ここもね、